オッケー。開けようとして怖い。カコンプハコンプハコンプということで、呼んでみましょう。次の方、どうぞ、部屋に入ってください。はい、失礼しまーす。こんばんは。ドアをめちゃめちゃ、ちょっと。もしもし。もしもし、ちょっとドア。いいですかね。どうぞ、入ってください。お邪魔します。はーい、ちょっとかなりドアをガチャガチャしてたようですけど、ちょっと怖かったです。はい、では、お名前から、どうぞ。はい。ルミラマウスです。はい、ルミちゃんに来ていただきました。待ってください。ルミちゃん、今日はですね、こちら、面接会場ということで、ご存知だったでしょうか？はい、もちろん、もちろん。ボーダー募集。はい、はい、はい、はい。大丈夫ですか？ルミちゃん、私の覚えてる限り、どこかに所属をしていらっしゃる。卒業します。卒業します卒業します。怒りませんか？お兄さんが、会社にいらっしゃるということで、大丈夫ですか？お兄さんは。それは。お兄さん、お兄さんも一緒に来る感じ。あ、連れてきます。お兄さんと二人。じゃあ今日はお兄さんの分までちょっと面接をしていただくということでしょうか。はい、頑張りたいと思います。それでは、はい、ちょっとじゃあ今から面接を始めさせていただきます。弊社の第一印象を教えてください。御社の第一印象っていうよりかは、もう募集の第一印象になっちゃうんですけど、やっぱね、可愛いビジュアルに劣らず、可愛らしい声や配信スタイルがね、強く印象に残っています。面接対策をしてきてますね。こっちばっかりなんで、うちガチなんで。いや、素晴らしいですね。今日ね、皆さんね、すごい面接対策をね、かなりしてきてらっしゃるんですけど、ルミさんすごいですね。マジでガチの受けに来てます。もう一回お聞きしますけど、所属事務所 OK ですか？大丈夫です。確認はしてません。後でちょっと電話が来たら怖いですね。じゃあもう寝ます。みんな今日皆さん覚悟がすごい感じで来てますね。全てを捨ててきてます。捨てないでください。まだ捨てないでください。ルミの人生かかってんで。素晴らしいです。では4個目、ここまで来て第一印象と違うところはございますか？はい。変化は特にないんですけれども、まあ、一つ挙げるのであれば、はい、まあ、前回ご一緒にさせていただきましたワードウルフコラボの一件より、こまめ募集の知性的な一面も伺えたことから、より御社への信頼、そして今後への期待が一層高まったところです。なんか資料読んでます。まさか、ね、お手元になんか資料とかってございますか？まさかね、全部頭の中に。本当ですか？もう一回ちょっと同じこと言ってみてもらっていいですか？もう忘れちゃった。やっぱり大切な面接なんで、そりゃ準備もしますよ。そうですよね、やっぱりね。常識です、常識。そうですよね、そこまで私の会社に、はいはい、ね、ちゃんと思いをかけていらっしゃるということで、伝わってきます、伝わってきます。伝わってますか？熱意伝わっております。じゃあもう計画通りや。資料手元にあります。ないはい、じゃあこちら重要ですね。自己 PR をどうぞ。私が御社に採用していただけました暁には、イラスト制作、動画制作、モデリングなどクリエイティブな点での活躍はもちろん、タレントとしても歌、ゲームなど幅広い分野において活躍していくことができると存じるだです。そして何よりね、ルミちゃんは猫ですから、はい、ネズミ駆除もお任せください。じゃあこちら最後の質問でございます。はい、あなたは猫派ですか、ネズミ派ですか？どうぞ、自分の思うがままにお答えしていただいて構いませんよ。弊社そういうね、考えの方をね、ちょっと見ていますから。ネズミに決まってんの、ね、やはりちょっと将来的にはやはりネズミになりたいという感じでしょうか？そうね、もうなんならネズミで生まれたかったしね。本当ですか？お兄さんのお名前お伺いしてもいいですか？募集。お兄さんの本当のお名前とかがあると思うんですけど、ネズミとかに近い感じの名前ですかね？もちろんもちろん。どういう名前かちょっと教えてもらってもいいですか？ランシュ。うんうんうん？ランシュ。何ですか？ちょっと資料をちょっと確認。こう、猫という字が書いているような気がするんですけどね。もしかしてなんですけど、猫とか好きですか？猫と書いてネズミって読むんですけどね。そうなんですか？なんか、てっきり、今
の帽子、帽子の形とかすごくあの手外してもらっていいですか。すごいなんか猫猫猫さん好きなのかなと思って、ちょっと猫猫ちょっと第一印象から申し訳ないですが、ちょっと採用を見送ろうと思ったんですけど、やだ仕方ないな、可愛いからちょっと見習いということで採用しますね。じゃあってことでね、今日のゲストダンマウスちゃん、ルミちゃんに来ていただきましたけど、実は私もルミちゃんのことは実はデビュー配信から存じておりまして。